戦艦ヤマト、解説。と言っても、ヤマトはかなり有名で、結構詳しい人も多いだろうから。この動画では、アメリカや海外から見た戦艦ヤマトを中心に解説していくぜ。つまり、日本がどのようにヤマトを扱ったか、よりも、アメリカがヤマトにどう対応したのか、など、を中心に解説していくわけだな。そんじゃまあ、スタート。第一次世界大戦後の、戦争やめようぜムード、をきっかけに唱えられた軍縮条約。その一つとして結ばれた、軍艦の保有数の制限などの条約、ロンドン海軍軍縮条約。しかし、1937年、この条約の執行が1年後に控えていた。執行後に米英が作る新型戦艦に、対抗しうる艦船を建造せなあかん、と考えた日本海軍は、後の、大和型戦艦、となる超大型戦艦の建造を決定。イギリスやアメリカにこの艦を超越する戦艦を作られないように、建造は秘密裏に進められた。設計者たちに手渡された事例すらその場で回収されるほどで、艦の性能値も意図的に小さく登録された。この日本の新型戦艦について、早い段階でアメリカも情報収集を開始する。16インチだとか18インチだとか、排水量4万、3000、から4万、6000トンだとか、いろいろ情報が出たが、そうした報告は常にアメリカ海軍では過小評価されていたらしい。実際のヤマトは最終的に、46cm 砲、18.1 インチ、で、排水量は、6万、4000トン、である。太平洋戦争が勃発すると、保与の尋問などでヤマト型戦艦に対する情報収集が行われる。その一方で、日本がヤマト型の飛行故障を、40センチ砲、としていたこともあり、1942年10月時点でも、アメリカ海軍情報部では日本の新型戦艦は、16インチ砲、と判断していた。ヤマトへの機密保持は、同盟国であるドイツ相手にも徹底しており、1943年7月16日に、ヒトラー総統の特別要請に応えて、ドイツ駐日武官、パウル・ブエネッカーに対してヤマトの視察を許可。だが。限られた区画を、1時間程度見せただけだった。さらに日本は、ヤマトの本当のデータを知りたいなら、連絡武官を派遣しろや、したら直接口で教えてやんよ、と伝えた。これに怒ったヒトラーは、と言ったとか。いや、噛み食っただけじゃねえか、何言ったかわかんねえよ。また、ヤマトに関するデータを、ドイツ側には、排水量4万、2000トン、40センチメートル砲9門、と、嘘の情報を伝えたのだが、日本からドイツに送られた、この嘘の情報、をアメリカが傍受。アメリカ側がヤマトを4万、2000トン、16インチ砲戦艦と判断する強い判断材料となった。時は流れて、1944年2月4日、B-24 爆撃機2機が、西太平洋のトラック諸島上空でヤマト型戦艦を撮影した。そして、その写真を解析したアメリカ海軍に波紋が広がる。排水量6万トン以上あるじゃねえか？ 18 インチ砲が9門もあるじゃねえか？こんな感じに、自分たちの思っていたデータと違っていたことに驚いたアメリカ海軍だったが、1944年4月に押収した日本海軍の文章でも、ヤマトと武蔵のデータはドイツ側報告と同じだったため、まあ、そんなに大きくはないだろうという感じに、ヤマト型は過小評価されたままだった。一方で、日本海軍が18インチ砲の試験をしている、という情報も手にしており、アメリカ海軍はヤマトの飛行口径について、信用できるデータを持っていなかった。その後の1945年4月、アメリカ海軍の第54機動部隊はヤマトの迎撃を命じられる。その日の早朝の会議では、ヤマトの飛行に関する意見が出る。もしもヤマトが18インチ砲なら、こちらの艦隊よりも射程が長いため、遠距離射撃を受ける危険性がある、と指摘された。また、旧式戦艦より高速のヤマトが突破に成功した場合、アメリカ輸送船団が攻撃を受ける可能性もあった。しかし、これらの問題には、明確な解決策は出なかった、と
されている。まあ、でも、アメリカ軍は、日本軍の暗号電報の傍受と解読と、F-13、B-29 の偵察機型の空中偵察のおかげで、大和出撃についてほぼ全容を把握していたらしいし。そんで最終的には、航空攻撃で大和を撃沈してるところから見て、完全なデータはわからなかったが、ある程度の情報は持っていたし、相手の行動も把握していたから、問題はなかったみたいだな。ちなみに、このようなアメリカ軍の調査力について、ヒトラーは、と言ったとか。いや、だからなんて言ってるのかわかんねえよ。っていうか、ヒゲ取れてんぞ。話をヤマトが完成した頃に戻す。1941年12月、戦艦ヤマト、就役。1942年9月24日、ガダルカナル島への輸送作戦をめぐって陸軍参謀、辻正信、が大和に股間、連合艦隊長官山本五十六、と会談する。だが、大和が最前線に投入されることはなかった。大和が前線に投入されなかったのには、いろんな説と批判がある。艦隊決戦思想から抜け出せなかったとか、大和型は燃料消費が激しかったとか、いろいろ言われている。けど、長くなるのでここでは省く。お静かに。その後の、第三次ソロモン海戦、では、戦艦、霧島、が大和と同世代のアメリカの新鋭戦艦、サウスダコタ、と、ワシントン、との砲撃戦により大破、自沈。この点で、大和型戦艦の投入をためらった連合艦隊の消極性と、アメリカの積極性を比較する意見もある。その後も大和は最前線で活躍することなく、魚雷を受けたり、レーダーや対空砲火を増強されたりした。そして1944年10月、大和は、レイテオキ海戦に参加するが、この海戦における大和の活躍はいろんな説があるんですよねー。10月25日午前7時、フィリピン中部サマール島沖にて、アメリカ護衛空母艦隊を発見し、大和は他の艦艇と共同して水上射撃による攻撃を行う。この戦闘で、大和は飛行弾を3万2000メートルの遠距離から104発を発射。砲弾が、空母ホワイト、プレインズ、に命中し、煙が出た。という説がある一方、アメリカ軍側の記録では、ホワイト、プレインズは命中の危険が迫ったために、煙幕を展開した、としている。また、大和ではなく、戦艦、長門、金剛、榛名からの攻撃、を受けて、煙幕を張った、という説もある。結果として、大和は沈まなかったが、レイテオキ海戦は日本の敗北で終わり、姉妹艦、武蔵、も沈没してしまった。レイテオキ海戦で連合艦隊が事実上壊滅したことで、日本軍は完全に補給を断たれる。一方の連合軍はフィリピン各地に飛行場を設置し、航空機による通商破壊を本格化。日本の南方航路を封鎖した。日本はインドネシアの油田地帯などを依然として確保していたが、シーレーン、海上交通路の遮断により燃料供給を断たれ、大和を含む艦隊の行動は愚か、航空機を飛ばすことすら難しくなった。そしてついに、大和の海上特攻を含む、天号作戦、が開始される。天号作戦、とは、連合軍の進攻に対して、作戦方面を東シナ海周辺及び南西諸島方面に飛行し、航空兵力を主力として打撃を与える作戦のこと。この天号作戦は、九州方面へのアメリカ海軍機動部隊の来襲を受けて、1945年3月20日に大本営から命令が下り、3月26日に連合艦隊により、沖縄方面の航空作戦である、天1号作戦、が発動された。この天1号作戦の概要は、沖縄防衛の支援であり、その工程で、アメリカの戦闘機を大和攻撃隊に振り向けさせ、特攻機への揚撃を緩和、させることである。その一環として、大和と、軽巡洋艦1隻、駆逐艦8隻、からなる第一遊撃部隊は沖縄方面に出撃した。
そしてこれを、暗号防守、空中偵察、潜水艦、からの情報で、大和出撃のほぼ全容を把握していた、アメリカ海軍第58任務部隊、がそれを迎撃することになる。当初、第5艦隊司令長官レイモンド、スプルーアンス大将、派遣艦による迎撃を考えていた。そのため、第54任務部隊を指揮する、モートン、デヨ少将、の戦艦部隊に迎撃を命じた。同時に、艦隊には航空部隊も連ねている、とも推測したスプルーアンスは、マーク、ミッチャー中将の指揮する機動部隊に、空からの脅威に対処、するよう命じた。4月7日、大和迎撃を命じられたモートン、デヨは、幕僚を集めて緊急の作戦会議を開く。会議の結果、デヨが指揮する、第54任務部隊、では、大和迎撃部隊に参加する艦と、残留する艦の艦名が発表された。前者に属した艦では乗組員が踊り狂い、後者では選ばれなかった歩兵をぶちまけた。その日の夜、54部隊の戦艦メリーランドに特攻機が突入し、3番砲塔が使用不能に陥った。だが、メリーランドの艦長も乗員たちも、大和との対決を望んで戦列を離れようとせず、デヨから報告を求められた際に、戦闘に支障なし、と嘘をついて損害を隠している。お前らどんだけ大和と戦いたいんだよ、って感じだよね。だが、実際には、その日の昼頃、マーク、ミッチャーの機動部隊によって、大和は撃沈していたのだ。なんだって、ミッチャーは、スプルーアンスとデヨの会話を傍受しており、手柄を横取りする気だったのかは謎だが、航空機で大和を撃沈しよう、と決心していたようである。また、1944年6月のマリアナ沖海戦前後から、スプルーアンスはミッチャーに、事故の作戦計画にある程度層、という条件付きで、独自の判断で戦闘を行ってよい、という権限を与えていた。そんなこんなで、攻撃隊の発艦準備を整えたミッチャーは、スプルーアンスに対し、機関において攻撃されるや、あるいは東方において攻撃すべきや、と打電した。スプルーアンスは即座に、You take them、君がやれ、と返信したが、この返信が来る前に、ミッチャーは攻撃隊を発進させた。その結果、ミッチャーが指揮する第58任務部隊機の波状攻撃により、大和、破撃沈した。大和、撃沈の方を聞いたデヨは、スプルーアンスの元に駆け込んで、ミッチャー中将は命令違反であります、と猛抗議。一方のミッチャーも、大和を航空機で撃沈することは、アメリカ海軍の将来は航空戦力にかかっている、と証明することにもつながると考えていた、と発言している。ともかく、こうして、1945年4月7日の14時頃、戦艦大和は沈んだ。そして、その後のアメリカ軍は、大和の特攻と並行して行われた、菊水作戦、によって、日本軍の神風攻撃の洗礼を受ける。一方の日本軍は、さらなるアメリカの猛攻と空襲に苦しめられることになった。There is no other world.